ITTF 混合団体ワールドカップより小さい12月4から10日、中国、生徒、6日、第2ステージ初戦で日本は台湾をゲームカウント8対0で破った。日本は第1ステージでグループ3を4戦全勝の首位で突破しており、今日から第2ステージの戦い。グループ4を2位で通過した台湾との対戦となった。史上初の方式で争われる今大会。 それぞれの試合は3ゲームマッチ3対0もしくは2一1で先に計8ゲームを獲得したチームが勝利する第1試合からダブルス世界ランク2位のエースペア張本智和20イコール智和規格早田ひな23イコール日本生命が登場対する台湾は林雲樹定位制などエース格を格く中で組まれた若手ペア王新又19チャン・イン・チャン,ン23 を送り出すいきなりレシーブ強打でフォア側を抜く台湾ペアに第1ゲームは0対4とされるが、ハリ・ヒナはすぐさま追いついて11の6で先制する。バックサーブを見せるなどして追いすがる台湾ペアだが、ハリ・ヒナは知力の差を見せつけて第2ゲームも11対5で獲得。3ゲーム目もストレート攻撃やカウンターを何度も決め、ここも11対5で奪って3ゲームを先取した。 1> 第1試合からダブルス世界ランク2位のエースペア、張本智和、20イコール友和規格、早田ひな、23イコール日本生命が登場。対する台湾は、林雲樹定位制などエース格を欠く中で組まれた若手ペア、王新又、19、チャン・イン・チャン、23を送り出す。いきなりレシーブ強打でフォア側を抜く台湾ペアに第1ゲームは0対4とされるが、 ハリヒナはすぐさま追いついて11の6で先制する。バックサーブを見せるなどして追いすがる台湾ペアだが、ハリ・ヒナは知力の差を見せつけて第2ゲームも11対5で獲得。3ゲーム目もストレート攻撃やカウンターを何度も決め、ここも11対5で奪って3ゲームを先取した。第2試合の女子シングルスは平野美宇、23イコール木下グループ、トリーク潤、26。 世界ランク17位と64位との一戦。第一ゲームは9対8の場面で平野が空いたフォア側にチキータを決め、次の一本をフォアで叩き込み先制する。2ゲーム目も平野は勝負どころで高速バックハンドを放って得点し、セーフティリードを持って11対6で奪う。第三ゲームで積極策に転じたスモモにもきっちりカウンターを返し、平野が主導権を握ったまま11の5とし、 ここも日本が3ゲームを練習したゲームカウント6対0で迎えた第3試合は、吉山良一、19イコール日本大学、豊岡音18の顔合わせ。世界ランクは146位と331くらいの重大対決だ。これが大会初戦の吉山は序盤こそ3の6でリードされるが、徐々にドライブが決まり出す。あえて緩いボールを送りつつ、 前に出て強打を決める心にくいプレーまで飛び出して逆転し、第1ゲームを11対8で先取する。2ゲーム目も日本男子最年少、吉山の両ハンドが炸裂。回転主体のチキータで用を詰まらせたり、突然のロングサーブでエースを取ったりで差を広げ、11から8として日本の勝利を決めた。若手主体の台湾に対し 日本は危なげない試合運びで8連続でゲームを奪い、第2ステージ初戦で絶好のスタートを切った。混合団体ワールドカップ第2ステージ、日本8の0対1、8ゲーム選手のリレー形式、より小さい第1試合、張本智和、早田ひなさんの0往しんた、チャン・イン・ちゃん,いん,ちゃん。1 1 1 1分の6 1 1分の5 5より小さい第2試合。 平野美宇さんのゼロリーク順1 1 1 1分の8 1 1分の 6−5 より小さい第3試合吉山良一2の04。